これ本当に皆さん見てる皆さんね、ちょっとね本当にガチ、今日までやってましたからね、あの日曜日の夜、7時から撮っております。ちょっとこれについて教えてください、はい、僕はねバキシュ好きになったんで、はいはい、かなりバキシュが使ってるんで、はい、ちょっと新しいバキシュなんで知りたい、はい、これどう変わったの。明けましておめでとうございます。でいいのかな。明けましておめでとうございます、はい、これちなみに後編になりますので、はい、前編は小森さんのチャンネルから、本チャンネルの方を見てください、はい、よろしくお願いします。今年も、はい、小森さんお付き合いいただきましてありがとうございました。いえいえ、はい、よろしくお願いします、はい。じゃあとりあえず、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。小森さん、じゃあまたちょっとゆっくりそれぐらいの心配ポークさせてくれよ。わかりました。あ、ありがとうね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。で、なんで釣り子残ってた。お疲れ様でした。お疲れ様です。フィッシングショーおよび伸び、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、いやこれ面白いでしょ。すっごい後半のあの、聞きたい内容がっていうか、自分はたまたまそっちでいたんですけど、リアルトークショーを最前列でもうガブリつけで見させてもらった。彼は喋りたがりだから。いや、小森さんもですけどね。だから、だいぶですほっとけば僕より喋ろうって張り合ってくれるから。ああ、だから大丈夫なんですよ。フィッシングショーで、あの3日間、はい、あのお二人とも小森さん V4 となって、はい、もう自分何回か小森さんに挨拶しに行ったんですけど、はい、もう人だかりに常になっちゃってて、近寄れなくなっちゃってて、はい、黒田さんはもちろん島野のど中心にいたんで、あのご挨拶もできないぐらいの状態になっちゃってて、それ3日間やった後にこの勢いですよ。どういう体力してるんだろう。多分ね、お互い負けたくないと思ってるから張ってるんだと思うよ。帰ったらバタンって思ってる。いやすっごい、全然集中力一回も切れてない。 いいでしょ、いいライバルに恵まれてるでしょ。すごい、やっぱ頂上決戦してるんですね、皆さん。まだまだ出てくるからね、このトーク。はいはいはい。で、ちょっとさ、次回さ、呼んでみたい人がいるんですよ。はい、ちょっとね、お若手の中で僕の注目株の一人で、まあ、頑張ってる選手がいて、はい、まあ、宮島選手。あー、はい、あの、霞プラザーズ。そう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 。っていうか、あのよくもう最近は霞プラザーズっていうより、はい、その宮島選手っていう単体でよく雑誌とかで特集組まれちゃってるんで、すごいとして、はい、あのカップリの宮島から、はい、霞プラザーズのカップリの宮島から、はい、今トップトーナメンターの宮島に今変わりつつある。あの彼さ、はい、なんとね、まあ、プロになってすぐの頃かな、はい、僕のトーナメントのオブザーバーに乗ってくれてるんですよ。あ、そういう、はい、はい、で、なんで来ようと思ったのに小森さんの釣りみたいから、誰に憧れてるんだ小森さんって言った経緯があって、当時だったら誰もが青木さんって言ってた時、まあそういう、うん、まあまあまあ、はい、小森さんって言ってくれて、はいはい、なんかその、ね、実際霞ヶ浦の大会って僕の方が説明がずっと良くて、はい、多分5年間取ったりしたらかなり上にいたんですよ。はい、私外したことほんとダメなんですよ、はい、ちゃんと見てくれて、はい、そういったところを拾ってくれて、小森の釣りを学びたいと思ってくれた子に、はい、ちょっとすごい未来を感じて、また自分がやってきたことのすごく成果を感じて、彼は来るかな。ただそれで終わっちゃう人も多いから、はい、ちょっと様子見たらフィルティーまで上がってきて、はい、なおかつちょっと目障りな成績も取ってきだして、いや結構そうなんというか、まあ、全部バサーで特集組まれてた時があって、はい、その時の宮地選手のこう、はい、なんか針がもう片腕に刺さりつつ、はい、それでも勝つんだ勝つんだみたいにキャストを続けたみたいな。そんなシーンは見たことが覚えないけど僕は、まあまあまあ、その時別のところ小森さんもすごい戦われてた時間だったと思うんですけど、はいはい、とんでもないモンスター選手が来るんだ。そう、まあ、いっぱいいる中の一人なんだけど、はい、モンスター選手がいっぱいいる中の、はい、ちょっとぜひ呼んでみたいんだけど、彼がですね、はい、まあ、コモチャンネルなんか俺は出ねえよ。あの大人気コモチャンネル、はい、え、どういうことですか。はい、まあ、もう俺はもうちょっと1万とか2万とか回るとこじゃなくてね、とは言ってないです。あ、どちらしましたよ、はい、でもぜひ次の田中さんの話も面白そうだから一緒にしたいなっていう。マジですか。はい、これだから小森と差し伸びだけど、はい、釣り子でやりません。まあでもそうですね、じゃあ提案なんですけど、はい、カメラとかはちょっと自分が回させてもらって、はい、でもやっぱり見たいのはやっぱり小森さんと、はい、今の現在進行形の宮地さんが喋ってるところを見たいんで、はい、じゃあ俺撮ってもいいですか。撮ってください、任せます。
編集もじゃあアップもじゃあ釣り子で上げてください。すごいチャンスがこれなんか油汗かいてきた、まずありがとうございます。あの宮島選手、はい、あの霞ブラザーズ、はい、霞ブラザーズとコラボってわけじゃないですけど、ぜひちょっと釣り子と一緒にやりたいなっていう感じなんですよね。じゃあ第何弾になるかまだこれからですけども、はい、じゃあ小森さんとまあ差し飲み企画ちょっとその回だけお借りして、はいはい、釣り子の方でまあ釣り子なりの編集をさせてもらってありがとうございます。自分なんかはあの、はい、小森さんの中ですごいアイデアが全部満載で噴出してるんですけど、はい、ゆくゆくは例えばもうベロンベロンの状態の小森さんとやっぱりどうしても川辺さんの回とか見たい。まあそれ言ってやります、はい、川辺さんもやりたいって言ってくれたんで、はい、1回目田中さんとラップした直後に電話があって、はい、面白いじゃんこれ俺出たい、はい、やるよ、はい、やろうって言ってくれたんで、もうガチで飲んでほしいです。まあ、後で使える。その後カメさんが死んじゃったりしたら俺悪い人になっちゃう。いやいやいや、本音トーク、本音トーク、そのなんていうんですかね、芸人頂上本音トークみたいなのとか見たいし、はい、小森と差し飲みなんかどんどん加速していってるんで、自分なんかそんなチャンスいただけたら頑張っちゃう。いや僕ね、もう差し飲み動画見ながら一緒に飲んでる気分で、まあそうですね、ここに3人目で飲みながら、はい、3人目で見てる視聴者の方がいたら、はい、面白いなと、はい、決して酒ばっかり飲んでるけど適当にやってるわけじゃないって。いや、内容濃すぎです、内容濃すぎです。濃い、自分最初に話したら全然薄い内容を話してたなと思って、はい、やっぱプロ同士の話っていうのは全然違う世界。本当これはね、 BYB っていう、はい、特もう僕が企画して、はい、立ち上がってる、はい、チャンネルがあるんで、はい、その BYB で本当は、はい、ガチ喧嘩をしたいんですよ、はい。ここは差し飲みだから、うん、できるよ酔っ払って出現をしてほしいと思ってるんです。うんうんうん、でもなかなかね、みんな緊張してるのかな。いやでも自分あんまり聞けることのない、あの黒田さんなんかファンなんですけど、ブログも見れば YouTube も結構チェックしてるんですけども、そこにも出てないような話が今回ボンボン飛び出したんで、はい、すごいなんか価値あるコンテンツだなと思って。いいでしょあれ、本当に黒田が僕好きなんですよ。熱い人同士だなと思って見てる、はい、これ分かんないからさ、やっぱトーナメント出てる僕は、はい、僕はまあこれ言っておきます。僕は、はい、この曲がりなりにも曲がってないけど、はい、V4 チャンピオン、はい、そして優勝経験も6回も7回もあります、はい、でトーナメントももうプロ戦30年ぐらいやってる、はい、まあ、30年ですよね、お前26年やってる中で、その人の人となり、はい、人格とまでは言わないですよね、人となりぐらいは戦ったら分かる、はい、という意気は持ってるはずなんですよ、はい、この人がどういうバックも、はい、どういうものを背負って、はい、どういう格好でここに立ってるか、はい、それを見ることによってどういう人なのか、はい、っていうことは見える自信はあります、はい、なのでやっぱりそのトークしていく人が、はい、そういったところが外に伝えきれてない部分がもったいないなとか思うんですよ。ただもちろん僕は48年生きてる、はい、喋る相手はまだ20年しかいないと、はい、経験が20年違うわけだから、はい、それはね、出てくる言葉も動きも20年も違わなければ僕が成長しないってことだから違うと思いたいんですけど、だからそれはあるんだけど、はい、ただその時その20代の選手が持ってるものを引っ張ってあげるのは僕の仕事だと思うので、はい、この差し伸びトークの中で、その人のいい部分、はい、まあ、もちろん悪い部分も含めたいい部分、はい、悪い部分があってこそだからね、はい、それをうまく引っ張り出したいなと思ってトークをして、はい、小森さん、はい、話がちょっと長くなってきちゃったんで、はい、で小森さん、自分だと言えないって言ってたんで、エンジンからいよいよ伝説の差を 60ULS が間もなく登場します。この動画が面白いと思った人は高評価お願いします。そして、コモチャンネルですね、まだチャンネル登録全然足りてないそうなんで、足りてないね、チャンネル登録もお願いいたします。コモリさん、もう一回切っても帰りますよ。切るの変わらないよ、まだ帰らない。まあ、まあ、定説とかです、はい、ジリコさんってさ、スポンサーお願いします。あれ冗談だからね、はい、あれ本気で撮らない、はい、うん、リールは実はいろいろ使えて本当に幸せだと思ってる、はい、うん、これを逆に容認してくれて好きなこと言っても何も起こってこない大和さんや志村さんに逆にすごい寛大なメーカーだなと思って。いや、自分はだからやっぱりその小森さんの今なんな肩書きって何なんだろうと思ったら、今日の黒田さんとの対話を見てて思ったのは、テロップで例えば
すいませんちょっと呼び捨てにしちゃいますけども、下にテロップで小森続く飛行無所属島の代表黒田さんみたいな黒田プロみたいなそういう感じのテロップが、まあ、今この2023年端的に見たらしっくりくるのかなと思って、だからこそ小森さんゴンゴンにいろんなリール使って全部言えるし、黒田さんはシマノの看板しょってるからのトークですごい言いたいがあった。5回あるから言っとくよ、好きなもの使えばいいんですよ。いやもちろんもちろん、ダメだいいだっていう評価じゃなしに、はい、俺これ好きだから、はい、だからステラはその意義に達してるっていうのももちろん分かる。ステラ好きな人はステラ好きればいいですよ、それを否定も全然する気ないから。だからやっぱりトータルでお二人の話を聞いてて思ったのは、まあパンキッシュはもちろん2023年モデル欲しいですけど、最終的にはいつかは捨てろっていう感じが頭の中で、その、ワードを浮かびましたね。ただ、買うっていう立場になった時に、僕のはやっぱりそのお客さんの中にも、ギリギリの中でガイドに来てくれる方もいるし、で、やっぱそういう人たちを見ると、やっぱり昔の自分を思い出すんですよ。決してその、満足のない家庭には育ってますけども、釣りをやる上で裕福だったとも言えないところもあるので、やっぱりその苦労してバイトして買ったのが、お金だけで買ったって思い出があって、はい、もっといい道具使いたい、もっといいの使いたいって気持ちもちろんあった、はい、そういう葛藤の中でいいものを言い出す力っていうのもついた自信もあるんです、はい、そういったことを含めるとこの予算の中でもこんなものがあるんだよって逆に言ったらですよ、スイバスバスさんってさ、はい、まあ僕が子供の頃やってるわけだから、はい、30年以上この業界にあるわけじゃないですか、はい、下手したら40年くらいあるわけじゃないですか、はい、安くていいものくらい作れてんのかよって思いません？だから作れてるんですよ、いっぱいあるんですよ安くていいもの。そういうところはもう今ちょっとオワコンと化してきてますけど、こういうまあ例えば FA YouTuber とかがそこの中堅基地は担当するんで、小森さんはまあたまたま去年 V4 を取ったっていうのもありますけど、23年は最新のバンキッシュ23を使ってもらいたいです。俺は YouTuber じゃ分かんないとこもあるでしょ。もちろんその極限のところの感想を小森さんに聞きたいっていうのはもちろんあるんですけど、まあでもだから端的に23バンキッシュを1年使ってみてどうだったっていうのはそれも聞きたいです。やっぱり黒田さんも小森さんのずっとそういう何にも今無所属あれ賢いからあいつ多分来年に、はい、あれどうでしたって普通に聞いてくると思うんで、あ俺それ見たいです。その、はい、小森と、差し飲み、2024で、まあ、この今回のお話をの続きがまた見たい。これさ買ってなかったらさ舐められるしさ、いやもう絶対買うしかないじゃん、買うしかない、絶対買うしかないじゃん。でもこれ完全に島のバンキッシュの宣伝動画になってるね。いやそれでいいと思うんですけど、俺だってわざわざ島のいやいや潜ってこいよ。違います俺だって経緯知ってますけど、うん、まあ小森大先輩に声をかけられて、うん、黒田さん横浜からもう電車乗り乗り来て、うん、結構遠いですよ東京の横浜から行ったら。今日の宿泊を横浜を選んだのは黒田の選択だから。いや来てて小森トーナメントなんで全ての行動が自分の選択のもとにあるっていう前提を持ってるので、仮にこれ僕がこう酔っ払ってヘロロになって線路に落ちても自分でした選択だから。いや違う話が飛んじゃってるんで、今回は黒田さんが小森さんのフィールドに来てくれたんで、やっぱりバンキッシュ宣伝大成功でいいじゃないんですか。それはちょっと違う、まあまあちょっと話の内容、それで小森さんがOK ってしちゃうってことじゃなくて、でも内容のあるやつが見れたんで、バンキッシュがいいか悪いかっていう評価はこれからしていく話、はい、まあこれからですね。それを見てから買ってもらっても遅くない？もうだってでも注文したら買えない、買いたいじゃないですかそれは。もう売り切れて買えないんですよ。俺一番早くその無所属の小森さんがだってこの間さジーニアスのオーロラ買っちゃったんだもん。そう、そこのミックスバックス、それだったらもう半端じゃない。1週間の間にさリールで13万も使うってことですよ。 V4 だからしょうがないですそれが V4じゃないかなと思うんですけど、バンキッシュを買えって言うんだったらエアリティも買わなきゃいけなくなっちゃうよ。はい、もうそれが見たいんです。6万円台のリールっていうところで、はい、どっちがいいかって見なきゃいけない。どっちがいいとは言わない、どっちが好き嫌いなんだ。そうですよ、もうバンキッシュ引きみたいなのもあれなんで。たださレビアスエアリティからエアリティに変えてきたじゃん。はい、でだいぶだって気づいてたからじゃん。はい、っていうことを考えたら
リアリティは結構完成されてるよね。自分今日たまたま全部細かくどうなってるのか聞いてきたんですけど、はい、でも自分は正直両方変えないんで、はい、俺だって変えねえよ、変わそうとしてじゃん。俺小森さんの動画でコモチャンネルで23バンキッシュと23エアリティ比べてみた、はい、バイ小森つぐ彦が見たいんです。いや、まあ、今日来るの喋ったから島さんの話が多い、はい、で僕もバンキッシュを使ってるから島田さんの話も多いけど、決して田中さんのリールをどうこう、はい、僕は島の派だとかじゃなくて、はい、で、ジリオンも使ってるし、はい、だけどエアリティは僕が思ったリビエスエアリティのネガティブな部分が当然埋められてるはずなんですよ。こんな短期間でモデルチェンジしてきたから。そうですね、もちろんびっくりしました。悪いリールだって言ってるわけじゃないんですよ、はい、僕はここがルビエスエアリティは悪かったっていうところにもし気づいてこうしてきたとしたら、あのリールはひょっとしたら化けるかもしれないです。いやー、それちょっともう今年の一つ目玉コンテンツっていうことで第何戦かまでが終わった段階で両方使ってみた今のところの感想でもいいんでいただきたいです。まあ、まあ両方使えるっていうことにちょっとだけ僕の中でね、やっぱリールってタッチかかるとやりにくいですよ。だけどタッチを変えないでいけるっていう見方が一つあるので、はい、これはちょっと今何も言えないんだけど、あ、はい、僕はチューニングメーカーのサポートを受けてるんで、あ、確かに。だからいろいろ考えたら、もしエアリティが使えるんだったら、っていうのもあるから両方買ってみなきゃなっていうのもあるな、はい、まあでも黒田君に教えてもらったことっていうのはすごく勉強になって、またちょっとああやって言われると芝は好きになっちゃうよね。なんかやっぱりブログ読んでるだけで黒田さんの紹介する商品って買いたくなっちゃうんですよ。全部読まないもんブログだし。いやだから今もうブログ文化じゃなくなってきて動画時代になってきた、ほとんど昔繰り返し読んでいたブログ読まなくなってきたんですけど、黒田さんのだけは内容が濃すぎるんで読んじゃうんですよね。だから それの今生バージョン今そこでずっと生で聞き続けたんで、23バンキッシュ×小森つぐ彦はまず見たいですね。これだけ喋れるってことは多分なんかやっぱ釣りフィッシングショー、まあ、釣りフェスタ名前を買ったけど、はい、なんかやっぱいろんな刺激もらったんでしょうね僕らもね。だって印象としては俺金土日っていたんですけど、はい、結構小森さん全開でフィッシングショー最高みたいな動きをしてたんですけど、うん、でその後の今なんですけど、はい、超目ギラギラしちゃってるじゃないですか。だってさ、いや正直ね、僕実はね金曜日は出勤日じゃなかったんです。はい、竿を届けて、はい、午前中で帰ろうと思ってたの、はい、帰ろうと思ったら僕落ちちゃってえ最後までいっちゃったよ。いやなんか、はい、超楽しそうな小森さんがなんかやっぱ前のお話の時も、はい、俺フィッシングショー好きなんだよねみたいな感じでおっしゃって、いや好きって言ってないよ。なんていうんですか、その原体験の話をしてもらって、ああフィッシングショーの思い出はね、はい、昔の思い出のところですけど、行く側としての気持ちを言う、はいはい、やる側としては、はい、やっぱりさ仕事としては結構一番大変だから、うん、時間も長いし拘束時間が、うん、大変だよ、はい、いや俺なんかは今だってこれもうちょっと終電が本当なくなっちゃってんじゃないかなっていう超やばい状態で、俺もう東京タクシーっていうもう交通網が私しかないじゃん。なんでこんな元気になっちゃったんですか小森さん。っていうかなんで先が止まんないじゃないですか。いややっぱりパワーもらった。俺もう帰りましょうねって言ってからもう一杯っていう。いや今日フィッシングショーだね。あちょっとすいません原さんビールもう一杯をね。どうじゃの結局。いや今回さフィッシングショーでさこういうの配ったのよ。いやこれ間違えないですよ。これは感謝って書いてある。頑張れ。これせっかくなんで。感謝って文字を見て、はい、昔の僕を昔のまんまで止まってる人は、はい、よく見とけお前なりのもんだっていうかもしれない。だけど僕はこの気持ちがすごいあって、はい、ビシビショやってよかった。はい、今回じゃあもうせっかくなんで。はい、じゃあ土日で、はい、ブースにずっと立たれてたじゃないですか、はい、どんなことがありました？
やっぱこれを配っていって、まあ、タイトル取った後っていうのは、はい、応援してます。まあそれで、ね、ファンですっていう人もいっぱいいろんな人のサインがカバンに入ってるの見えるから、はい、いろんなところでそうやって言ってるんだなっていうのはもちろんこっちも気づいてる。だけどやっぱりその中でも多くのフォロワーの中でも僕も混ぜてくれてるっていうのはすごく嬉しくて、あ人によってはね俺のファンだとみんなお前よそのサイン持ってるじゃないかって思う人もいるかもしれない。僕そんなこと言えそうなことは思わない。純粋にその中で僕も入れてくれてるありがとうって思うところが大きくて、まあね正直、まあ、去年バサーオールサーらしくあったじゃない、はい、あれもリアル開催3年ぶりでさ、はい、サインくださいって言われてサインどんなんだっけってこれ本当の話なんだけど忘れてた。いやいやいや俺結構昔から小森さんファンで結構ファンタジースタに書いてもらったりしてたの、俺すぐイメージできます。いやどっからあれ書き上げさせるって書けんだけど、ペンを入れる場所が分かんなくなって、あでもそっかそれもう3年ぶりでなかなかリアルでそういう機会ってなかったあれは多分、まあ、僕はシーンでは僕にしか分からないけど、はい、ちょっと心の中でうるうるしてた。サインも分からないぐらい俺たち分断されてたんだって思った。はいはい、それがこうやってまたみんなと酒を飲めたりするシーンができるんだっていうのは、はい、ちょっとバサクラでサインくださいって一人目のお客さんに言われた時に、はい、一瞬本当にうるるって心の中で来てたの。サインくださいっていうセリフ自体に久しく聞いてなかったの。小森さん知らないかもしれないんですけど、はい、実はエンジンブースで小森さんがちょっと金曜日でいらっしゃらなかったタイミングで、そのオフ日の時に自分河辺さんとエンジンブース行って小森さんの竿を眠ってたんですけども、その瞬間に小森さんのトロフィーに小森つぶひこってこうプレートをつける瞬間に偶然立ち会っちゃって。いや、結構小森さんいないんですけどみたいな感じで、大丈夫なんですか、あっちでなんかうろうろしてましたよって、はい、あ、はいってこうなんかつけちゃったんですけど、はい、あの瞬間はすごいうるうるきましたね。あ、はい、あーと思って、なんだろう、まあ去年のまあ、はい、藤田恭也選手ってあって、はい、で、小森つぐひこってこう離れる瞬間、はい、まあ、本来 JB としてはさ、はい、あれ持ち回りだから来年違う人に渡す、はい、まあ、まあ僕が取るかもしれないですけど、来年の時までつけとけばいいやと思ってるものを、はい、フィッシングショーで展示したいからって急遽すごい急いで作ってきてくれたっていう。なるほどですね、はい、意外とね人によってはねそんなつけとけよっていう人もいるかもしれないけど、うん、JB も頑張ってくれたので、ね、あの瞬間って小森さんはだから見てないから知らないと思いますけど、はいはい、河辺社長が見られていて、はい、その横に江尻くんがいたんですよ。で、あ、プレートつけてるって江尻くんが言って、で、河辺さんがあれ撮んないでいいの、あ、つけてるつけてるって思って慌ててカメラ回したんですけど、はい、その瞬間は撮られてるんで、ぜひですね、河辺さんと小森さんと、河辺さんが見てくれたとか江尻がそれを感動してくれたっていうのはちょっと考え深いもあるけど、プレートつけるって声に関しても4回目なんで、いやいやいや、なかなか感慨深いものでしたよ。あ、すげえレセプションに立ち会ってんだけど、なんかみんな結構淡々とやってんなと思って。いや、そんな中でね、これね、今回のミッシングショーでね、そういう話ちょっと出ると、はい、一番感動したのは、はい、この写真を僕に持ってきてくれた方がいるんですよ。写真モンダプレモードのメガネ撮って2003年10月26日これ僕写ってませんよ、井出さん。あー、かっこいいな。はい、やっぱりいつ見てもかっこいいね、井出さん。やっぱかっこいいです、ね、やっぱかっこいい。やっぱでメガバスのこのジャケットが超似合うんすよ、ね、そう、メガバスが日本で一番似合う男だと思う。まあ伊藤さんの次かな、2番目に似合う。かっこいい、この写真をね、まあ子供たちと一緒に撮って持ってるんですよ。ぜひ受け取ってくださいって言って持ってきてくれる方がいて、まあ正直井出さんの写真持ってきてくれる方って過去にもいるんですけど、そのために思うんだけど、もうだいぶ経ってるじゃないですか。20年経ってんだよ、この写真撮ってから。本当だ。はい、まあ、当然当時のねカメラだから、デジカメじゃないし。でもこの感じがいいですね、この色合いと。そうですね、この雰囲気がやっぱり当時を。背中見えてる本山さん。はい、すげえですね。2人とももうこの世にはいらっしゃらないんですが、やっぱりその感慨深いものがあって、こうね、井出さんの写真を持っていてくれる人がいる。やっぱり井出さんを通して僕を応援してくれる人がいる。僕は絶対だから自分がいくら強くなっても超えられない人はこの人なんですよ。で、この人のおかげで僕は強くなったし、この人のおかげでファンも増えたし、この人の写真を今でも持ってきて
くれる人がいる以上、はい、この人には勝てないなって思っちゃう人がいたんだろうなっていうことを改めて思ったぐらい、この写真を今持ってくるかって思うぐらいちょっと嬉しかったな。これ今回のフィッシングショーで一番の出来事かな。結構ね、うるうるポイントですね。はい、うるうるするからもう持ってこないでくださいね。いやいやいや、またあの掘り出しの何か井出さんのそういう、はい、これまで僕の知らない顔だからね。僕この場にいなかったから、このプラマイ一緒にやりました。はい、このもうだってそのこんだけ SNS とか YouTube とかいろんなのが普及して、はい、その上でもう絶対見てもらいたいあの映像はやっぱりあの小森さんと井出さんが亀山湖であのマッツーで戦ってた戦い、昔の話ですよね、うん、あのビデオとか超楽しかったです。僕は井出さんと仲良かったから分かることなんです、うん、この笑顔卑屈です。なんでか分かる、分かる、試合の結果が良くなかったからでもファンがあの、はい、皆さんって来たから、まあ、ちょっと卑屈なんですよ。ちょっと苦笑い、僕は仲良かったからよく分かる。ちょっと卑屈、これは試合の悔しさと、この舞台にいる重大さを認識してる顔だと思うんですよ。ちょっと彼この時30歳だと思うんです。あれ年齢でいうと井出さんと小森さんは3つか4つぐらい上だって、2つかな、1個上ですよ。はい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 、はい、そんなの上なのに、俺は顧問が一番練習もしてるし、あなたはもっと上に行かなきゃいけない人だって井出さんに言ってもらった時にちょっと本当に嬉しかったし、まあ、正直ね対等にいつも接してくれたし、この人は素晴らしいだって、まあこの写真をもらった瞬間、俺はこの人には勝てないな、何4回勝ったからね調子乗ってんだよっていう顔にも見えてなんか自分みたいな一般人の印象だと、今の写真見た瞬間に、はい、井出さんってすごいタイミングでクロックでパターン作って優勝したりとかって、はいはい、あったじゃないですか。そういうの一気に思い出しますね、はい、ドバーってなんかとんでもない怪物の人だ、怪物だったな、怪物っていうのはまあ、未だになんかパーって自分なんか思い出しますもん、はい、メガバスで、はい、まあ、あとは亀山ダムでそのピクピクの釣りっていうのを結構まあそういう動画を通して一番に伝えてくれた感じがするなとか、まあ、それ以外にもあったのかもしれないんですけど、まあ、ちょいちょい話してるけど、僕はあんまり井出さんの話で実はね触れたくないんですよね。はい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 、まあ、なぜなら人の気持ちって本当に人に対してっていうのは分からないんだなって思ったのが、はい、あの時のしばらくの間だ、はい、それは僕もメンタルの化け物みたいな人間ですけど、はい、あの時にやっぱりかなりへこんだんですよ、はい、その時に自分が思ってること、うん、自分が感じていること、これを全部自分っていうの分かってもらってない、いかに自分の言葉や行動っていうのは無力なんだな、はい、って思った、うん、みんなは客観的に見て僕を励まして言ってくれる言葉に対して、はい、僕はちょっとしんどかった、うん、しんどかった本当に、いや、やられてるのは一番僕じゃん死んだ人はもうほら死んでるから何もないでしょ。もちろんお父さんお母さんとかやられたかもしれないですけど、僕は友達としてすごいやられてたんですよ、はい、えってなっちゃったんですよ、はい、いや、はい、もういいですよね、真っ白ですよ、はい、僕もともと基本的には明るい性格をしてるんだけど、人付き合いってそんな得意じゃないんですよ、はい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 、で JB に入って友達も一人もいない中で、はい、最初できた友達っていうのは多分大隅さんだったかもしれないけど、はい、その中で最初に自分のことを認めてくれた人は井出さんだったかもしれない。そういう中で一緒に行動してその人がいなくなった時って本当にねちょっと真っ白になって、まあまあ周りは僕を元気づけるために井出さんの頑張りを、まあカーベプロが一番いいこと言ってくれたかな、まあ、俺はお前が心配だから電話してるんだ、井出のために電話してるんじゃない、だから聞いてくれってカーベさんに、とりあえず車の電気をつけろってカーベさんだしとも言えないけど、カーさんの欲しいなってあれがなんかもう心ここにあらずで、ね、もしものことがあったりしたら、はい、ほんと心配、ちょっと井川さんに起きた昔話の話もしてくれて、まあ川辺さんっていう人間を見て、うん、あのセリフ僕だから今これ言わないのは、川辺さんのイメージ、川辺さんが作ってるイメージが僕が言ったことで変わっちゃうと嫌だから、はい、でも僕は川辺さんのところで助かったな、だから僕は一生川辺さんを裏切らないよ、うん、誰がいなくなっても誰があっても小森がゲイを抜けるなんてことを神様言ってるじゃありえないよ、はい、と思ったんで、ね、あれはあったな。でもその時そんぐらい凹んでて、人の気持ちってのは伝わらないなと、じゃあどうやったら伝えられるのかな、やっぱり神
勝つしかないんだろうなって思ったのはあの瞬間だったな。なんか要所要所でその小森さんからその井出さんのお話は聞きましたけど、そこまでコアな思いのところってこれ聞いたことなかったかもしれない。やっぱりね、井出さんのファンもいるし、人が一人亡くなるっていうのはそんな簡単なことじゃないんですよ。だから僕の口から言えることは僕の気持ちだけなんですよ。だからあんまり喋らないようにしてるんですよ。船を借りて買ったって話も最近だからドラマチックだったことを思い出して話すけど、当時はだから勝てたってこともすら言えなかったですよ。だから勝てたっていう証明ができないの。ああ、でもここまで、そうですね、 V4 とかまで行って、その本体その戦い人になった大元のあたりは、そういう衝撃的な話ってのはすごいですね。船を借りて試合に行く途中に僕が思ったことっていうのは、はい、言葉にするのは簡単よ、はい、で実は船を、まあ、僕ずっとあの1年間鬱だったかもしれない。試合に行くのが嫌で嫌で言ってたもん、はい、だけどその船を借りていく時に、まあ頑張ってこいよって言われて、はい、もううんざりだその言葉。頑張ってなかった瞬間なんて生まれてこなかったないよ、うん、この上何を頑張れって言うんだよ、うん、勝てねえんだよ頑張ってるけど、うん、このダメージまで受けて金もなくて無責任だよねって正直思っちゃったんですよ、はいはい、でここ今初めて言いますよ、はいはい、橋田の優勝前夜の話、はいはい、僕プラ1日行ってないんですから。道に迷ったってのもあったんですけど、はい、岡山の途中まで行ってもう全てが嫌になっちゃったんです。はいはいはい、はい、あ俺もやめようって思ったぐらい嫌だったんです、全てが。もう全部が一気に、でも道も迷っちゃうし、もうそうそうそう、でね、そうってなって、あれね、どっか迷って岡山の山奥でね、はい、川沿いに出たらホタルがうじゅうじゃいたんですよ。はい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 、綺麗だなと思ってしばらくホタル見てたんですよ、はい、綺麗だな、あ、俺誰やってるんだろう、会場にふっと降りてきたんですよ、で、急いで会場行ったんですよ。ただ熱出ちゃってね、で、休んだんですよ、練習、はい、でも、あの瞬間は今でも忘れられない。これ言葉でできないから、よそでも話せない。いやもう絶対だってそれ今ここでこの距離で聞いてても物理を使うの本当難しいっていうか、なんかもうもっとそれっていくらどんなに聞いたってその瞬間のその状態の小森さんしか絶対分かんないことだから、今何にも言えないですもん。もう何これこれはもう何にも言えない、自分の俺使いづらいもん本当にね。逃げ出したくなったらあの1年間船まで使ってこれで負けたらもう恥じゃん呪われるわけですよ、言ってもらった。逃げ出したくなって、もう本当に練習行くのも嫌になっちゃって、はいはい、まあ、道で迷ったふりをしたのかもしれないね、あの時の心境を言うと。わからない、思い出せない、うん、だけど迷って、川べりでずっとホタルを見てて、で、綺麗だな、何してんだろう、行かなきゃ、なんでそう思ったか分からないと行ったんですよ。で、まさか勝つと思ってないでしょ、そうなんだよ。で、初日の練習も頭痛くて、熱出ちゃって出れなくて、1日しか練習もできなくて、はい、当然その時点でも勝てると思ってないですよ、うん、だからクラブがさ 120% の力出したら勝てないって言うと、僕は 30% の力出してないからさ、だからクエスチョンって言ったんですよ。 30% も力を出せる精神状態じゃなかった。そこまでもう脱力っていうか全てのあれを疲れてた、疲れとかもあってやっだからその時に自然に動いてる動きが、ね、そういうことでもない、そんなんじゃないね、僕の初優勝はそんなのじゃないです。え、どんなのですか、ちなみに。結局練習は嘘つかないってことですよ。だから全部脱力したからじゃない、え、思い詰めた果てにあったんですよ。脱力したんじゃないですよ、脱力っていうか思い詰めて思い詰めて思い詰めて、そんでその道に迷ってホタル見て、はい、リセットがかかって冷静に考えて、はい、水を読み取ったら、はい、あの時アンダーチのデビューイヤーでしたね、で、サイトがちょっとまた安倍晋三とか強くて、はい、サイトが再ブームになりかけたもの、はい、上流のディカさんがいっぱい見て、はい、全員行くなって思ったんですよ、はい、で僕はこれを釣る術を持ってない、はい、あの頃、はい、僕サイドを釣る時に、はい、自分で釣れるようになるんだろう、
で探した時にちょっと思い当たるところがあって、これ俺の得意なついだ、フットボールとダウンショット、はい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 、そこに魚がいるってことに気づいて、え、これで初日終わった時にね、僕ね9位だったのかな、初日多分9位だったんだけど、こんな釣りで9位になれるんだ、やっぱりそんなにみんな怖くないじゃん、絶対勝てない壁なんかどこにもないじゃん、3匹しか釣ってないから9位ですよ、攻撃釣ったら1番じゃん、次の日攻撃釣って1番だったんですよ、はい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 、2日目1番、はい、まあその時には勝ちたいと思った、 でその時も最終日に余計なことを考えない、入れたことも考えない、はい、誰のことも考えない、終わってから全部考えよう、まあ試合の勝ち方ってそれなんですよ、終わってから考えればいいんですよ、もう全てのことは終わってから考え、今魚釣ることに集中する、どこまで自分が集中力高められるか、それしかないと思ったら、朝一に僕がやってたポイントに人入られて、はい、しかもその人マーカー部分に落としたんで、はい、でちょっと待ってください、昨日まで僕これやったんですけど、はい、たらそんなのルールブックに書いてないじゃんって言われたんですよ、はい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 、まあ結構すっごい嫌がらせをされたんです、最終日にして、はい、僕が投げる途中にクランクベット投げてきてクロスキャストしてくんですよ、やばいっすね、まあまあ名前は出さないといけますけど、はい、優勝争いした選手と同じチームだった人です、はい、でちょっと頭きてた、はい、途中で頭沸騰しかけて、終わ、はい、このまま終わるだ、はいはい、やばい、俺終わる、俺終わる、俺終わる、でも張り合っちゃったから終了1時間前まで終わるモードだったんですよ、はい、その時神が降りてきましたね、本当に、ああ終わっていいのかお前、もうこの人はこれで嫌がらせしかしてこないよ、視界に入らないところに移動した方がいいんじゃないか、お前と行きたいしそれだけか、他に待ったはずだろ、うわ神が降りてきて、あっちと半歩行こうって言ったら、まあ、本当はプロがいて、そこに、あ、はい、で移動しそうだったんですよ、はい、で本田さんもう移動しますかって言ったら、はい、ゴルフやりたいの、やっていいよ、俺行くよ、はい、多分気持ちが移したんでしょうね、はい、まあ、そのことで僕は本当プロに今でもずっと感謝してますもん、で、まあ、本当プロも次はどうかって言ってくれましたけど、それが本当プロのプロ意識だと思うんで、でもそれがすごい解いてくれて、連れて1匹連れて2匹目連れて3匹目連れて粘ってたら、カブさんがこいつまでやってんだよ、飛車君にやれぞやめやさん、そうで、ぶっと時言ったら本当にギリギリで、それを忘れるぐらい釣りしてたんですね、はいはいはい、はい、いやまあ最終日は結局さ、言っちゃえば言えば間接的ですけど、カブさんと本田さんに助けられたわけですよね、もっと言ったら邪魔したこの人だって、最終的には最後まで邪魔を仕切る覚悟を持ってくれたから、うん、僕が移動するって決意になったわけじゃないですか、そうですね、まあそこはそれすっごい不気味ちょっとじて、まあまあ今となって、はい、はい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 、すごい、それが、はい、まあ、僕が初優勝した時の印象で、まあだから 30% の力しか出せてないんだけど、最後はフラットになったから勝ったとかじゃなくて、最後は誰かに助けられるんですよ、人って、でも助けられるとこまで自分を追い込んだから助けてくれた人もいたんだ、簡単に助けてもらおうと思うなよって思う、あの時の僕のメンタルのところまで行って、初めて川辺さんが試着間に合わないぞって言ってくれたと思う、初めて本堂さんが絡みをそれまで一回もなかったのにどうぞって言ってくれたなと思う、 あそこまで追い込まれてこそ初めて人が助けてくれるんだ、追い込まれたから自分でやんなきゃって改めて思ったことはあったかな、まあ、そんなことを全部一気に思い出すぐらいの衝撃的な写真を持ってきた方がいたっていうのが、ちょっと今日パッチリ目が覚めちゃったなと思います、ね、はい、まあ、この後はだって、大阪の方の展示会もエンジンブースで行かれますね、そうですね、はい、まあ、エンジンブース、まあ、その大阪も行きますけど、はい、まあ、まあ一番の仕事は僕がエンジンでやってきたこの1年間の仕事が、何年間の仕事の集大成を、はい、その都度その都度やっぱり皆さんに伝えていくっていうのがブースに呼んでもらってるっていう意味なので、まあまあブース内で違う話をしたこともあるんですけど、やっぱり一番はバリューリリースを触ってほしい、あ、はいはい、それから僕がこれから出す針とか、ちょっと番号1個出してるんですけど、それをどうやって使うんだろうっていう想像を膨らまして書いてもらいたいっていうところがメインだから、濃すぎて、いや何にも返す言葉がないんですけど、なんかなんですかね、いやこれ俺に話すことじゃないんで、俺僕自分の YouTube に流せないんで、幸いカメラが待ってるんで流しちゃってください、これをこれを小
まりたまにはいいこと言うぐらいのライトで今ね、グリグリに来てる、グリグリに来てる若手とこの話を若手とだからそのためには僕のトークが多くなっちゃうから、うん、そこは懸念してるんですよ、はい、だからさっきは一回話させてって言ったら、はいはいはい、止められたけどね。いや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 、いやあのなんだろう、あの黒田さんが時間かかったね、横浜にちょっと帰らなければいけないっていうのがあったんで、はい、おっしゃる若手はこういう話を聞きたいんだけど、これ話すとね、何回も同じ話をしちゃうと最後もうネタみたいになって語り部みたいになっちゃうから、はい、語り部じゃ、語り部って結構鬱陶しいじゃん。だいぶ鬱陶しいでしょ。俺もだってもうこれで今終電もなくなって帰れなくなっちゃってるから、僕は帰れるって知ったことじゃないですけど。いやちょっとだからタクシーがあるから大丈夫よ。俺フィッシングショーのあるとこ知ったことじゃないですよ、ってでもまあ本当に大事なのはやっぱりそのこうまあ若い人たち伸びたいと思ったのは、はい、僕も伝えなきゃいけないことがあるじゃん。あーでも それはそうか。でも全然その必要っていうか面白いって言ったらもう申し訳ないですけど、JB のコントがあるじゃないですか、はい、ああいうのに1ページ使って今の端的なところとかをストーリーで書いてほしいですね。俺見たいですよ、そういうの。なかなかそんな釣りのテクニックとかを追いかける内容は全部ありますけど、そういう根のところってあんまり見れる機会ってないんで、まあ、さあその釣りのことは任せた、はい、だけど僕はメンタル的なこと言いたくて、はい、まあ、僕は魚釣りしかやってませんよ、はい、まあ、他にも趣味はいっぱいやってるけど職業としては魚釣りしかやってません。まあブラックバスっていう魚を選んでやっている、はいはい、この魚がいい魚か悪い魚かもそんなこともどうでもいい、はい、でも一つの道を極めようとしてある程度人に評価されるところまで行った、はい、そして人がやったことのないことをやった、はい、V4 前人未到っていうけど V3 取っただけで前人未到でした、はい、だからそうやってやってきた、こうやってやってきた人間の立場として半分酔っ払って、まあ、言わせてもらうとか言える部分があって、それに関して言いたいことが、まあ、あるとすれば、そうですね、忘れちゃったよ。ちょっと2021年の年間優勝したら言おうと思ってたセリフなんですよ。はい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 、はい、まあ、僕が20代の頃に一番言ってもらいたかったセリフ、はい、20代ってのは業界の宝だよ。これどんな業界でも言えますよ。多分釣りだけじゃないと思う。もちろんそう、人間の能力っていうのは30代でピークを迎える、これも分かってること、うん、いや俺は50代でもそれは50代でも頑張ってるっていう評価なんですよ。僕もそう、48歳でタイトルだった、それは不可価値だと思って、なぜなら48歳にしてはよくやったっていう、うん、それぐらい人間っていうのは30代をピークに、はい、遅から早から人はいつかパフォーマンスが落ちていくんですよ、うん、そんなことは分からずプロをやってるわけではないです。僕はいつか自分も落ちていくんだろうな、そうなりたくないから上の人に攻撃的なことを言ったり、はい、構えを見せたりしてる、はい、俺はこうなりたくないっていう気持ちがそこの表れなんだと思う、はいはいはい、だから上の人はこいつ生意気だと思うと思う、でも生意気だと思ってくれてる時点で、はい、僕の考えが伝わってると思ったから僕は満足したんですよ、はい、でも僕は20代だった頃に言ってほしかったことがあるんですよ、はい、20代は本当に業界の宝、彼らが頑張るからこそこの業界は回っていく、彼らが頑張るからこそ僕がやってきた実績が伝説になる、はい、レジェンドになる、うん、レジェンドっていうのは自分で言うもんでもなし、人が評価するもんでもなし、なんなら上から評価されるもんでもなし、はい、下が評価するもんなんですよ。あ、はい、これは生きれるなって思う、はい、自分でレガシーとかレジェンドとか言いながら人も多いけど、その評価は自分でするもんでも、はい、人にしてもらうもんでもない、はい、下がするもんなんですよ、はい、僕が尊敬できない先輩は先輩じゃないんですよ。だってそうでしょ、評価するのは僕だもん。次の世界に語りすぎていいかこいついらねえかって次の世代が思っちゃったら語りもされないんだよ。だからその宝の人たちには宝だって言ってあげたい、はい、でもめんどくせえおっさんだから学ぶこともあるから、そこだけは吸収してさらに光る宝になってほしい。で実は2021年で年間取ったら言おうと思って原稿まで書いてあったんです。ああ、もう破り捨てたけどね。
行ったべって、あの小森さんがそうこれ俺行ったべって思った瞬間にこれ、もうこれを言わなきゃたしなめてこれ言うために俺は4回目取るんだと思ったぐらい。でも言うまでもなく20代でもかかったじゃん、俺に。その時に言う必要もねえなと。あ、そっか、人がまた勝った人だと思ったから言う必要もないなって、ちゃんと20代は20代で輝いてる、うん、おっさんがそんな上から言う必要もないなと思って原稿を破りしてたんですよ。なるほど。そう、20代は勝手に伸びる、僕だってそうだったもん、うん、だけどやっぱりおっさんとして言いたいことがある、うん、お前たちが頑張るから俺たちが生きてられるんだ、これが言ってくれる先輩がいなかったことは僕はちょっと辛い思いをしたし、でも結果そう思ってるっていうのは分かりますよ。でも言葉として言ってほしかったっていうのもあったし、だから相手言葉として言いたくて、はい、この差し伸べやった目的の3分の1ぐらいはそこにもあるかなっていうのがあって、うん、うん、やっぱりね、そう思うんです。だからちょっと小森がうるさい動画だなっていうのも僕はありだと思ってて、いやでもありがたいんですけど、うん、今ここで、うん、その思い全部なんかここの謎のまた釣り子相手に吐き出し、全部吐き出しちゃったら釣り子つらいのに。いやだからそう使いますけど、はい、肝心なその若手との語らいの時そのあの話がだからいいよ、若手に喋らせてもらう、喋ってもらうってこと。ああそうか、あの、はい、今言ったことが根底にあると思って、はいはいはい、見てもらえればまた違う見方ができるのかなと、はい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 、見る側の方が楽しんでもらいたいな。だからまあこれはプロレスなんで、僕が今本心で喋ったかどうかもそれは皆さんの想像にお任せします。はい、僕は本心で喋ったかもしれない、でも全く嘘を言ったかもしれない、でもそれは皆さんがどう取るか、そういう取った時の切り口で見てもらえれば嬉しい。ちなみにかっこ小森さんほとんど嘘つかないですって、大体大体思ったと全部言っちゃってるんで、あのうん、嘘でもそれはさ、見てる気分とかによるじゃないですか。本当のことなんかどうでもいい、だってこれはフィクションだから。それが見る人がどう評価してどう楽しんでくれても、それは見る人の精神状態と、はい、そういった時によって違ってくるから。でもそれも含めて人生って楽しいなって思ってくれたら、今自分がやろうとしている目標に対してもっとポジティブにやれる。でもそのエネルギーこそが人が持ってる力で、はい、僕もそれによって動かされて勝ったし、はい、それによって今こういう美味しいお酒が飲めてるし、はい、それは高川さん腹ずりですけど、これを接点に広がった輪だから、それを接点に拾ってくれた動画だから、見てくれてる視聴者だから、一緒に酒飲んで、あ、なんだよ小森うっそくせえなと思いながら飲んでくれたら最高かな。あ、小森さんの思いとしてはもう、はい、そうですね、あの小森さんがいてここにもう一人がいて、はい、でこのカメラのとこにはもう何ていうんですか、居酒屋で席がこうたまたま近くなって、はい、おーおーって感じで、だから僕はこれ買ってくださいって言わないじゃん。言わないですね。だから買ってくださいっていうのは己の収入のことだけ考えてる話じゃないですか。はいはいはい、使ってみたら楽しくなるかもしれないですよぐらいしか言えないもんですよ。で聞かれたことには答えますよ、はい、ダウンショットやらないどのさんもいいですかって、僕はこれやってます、これいいですよ、使ってもらったら楽しくなりますよ、そういう考えになるんですよね、まあ、みんなそうだとは思うんですけど、そのね、やっぱり無理強いして買ってもらったって、例えばお金ください、まあ、これスポンサーの話よく言うんですよ、小森さんぐらいだったらフリーのサポートすぐすぐじゃないですか、田中さんも言ってくれましたけど、はいはい、その言ってくれる気持ちはありがたい、はい、だけど人からもらうスポンサーを受けるっていうのは責任と、そういう人の気持ちを背負うわけじゃないですか、はい、そこはちょっとさすがにもうリールに関してはしんどいなと、一連の評価をしちゃっているから、うん、僕はそこまでいい人になりきれない人間だから、うん、何があってもスポンサーの悪口は言わないとか、うん、そんな風にはなれない、うん、やることは嫌っていう、はい、うん、じゃなきゃ自分が戦えないから、うん、だからリールはしんどいなとは思って、うん、そうで使っていいリールもいっぱいでこれ欲しいなって思われるけど仕方ないね。いや、なんかでも本当なんか3、4年ぶりにリアルショーがあって、はい、で3日間見てて、はい、あといろんなリールにを作る思いとかもいろいろメーカーの人に聞いたりとか、はい、あとはたまたま今ずっと、黒田さんの話とかを聞いたりして、はい、本当大変なだから重いと重いの言ってるだけだから、今日だってさ、うん、メーカーで残れちゃったそうで、基本的にエンジンの人に、はいはいはい、
あの僕すごい尊敬してるプロの方がいて、はい、団体が違うからあんまり喋る気がないんですよ、はい、何人かいるんだけど、その人一人の方が、はい、ある人も縁でわざわざブスに来てくれて、はい、これ俺と話したい話があるんだって年寄りの方なんでね、はい、いやあの僕まあ言っちゃうよ、まあ、沖田さん沖田、はいはい、沖田プロ好きなんですよって、はい、本当に気持ち悪いな俺も嫌いだよって言われたんだけどそれは冗談ですよ。バザーオールスタークラシックではあの頻繁な打ち出してるし、ね、はい、でもね戦ってれば分かることがあるって言ったじゃないですか、はいはい、あの人は男だな、かっこいいですよね、かっこいい、戦ってれば分かる、一緒にこう、うん、こう刃を交えたからこそ分かる、うん、沖田さんの強さ優しさ素晴らしさっていうのを、うんうん、僕は何よりも彼に伝えたかったんですよ。愛の告白みたいになっちゃって。あ、俺その時小森さんどうかな、今だったらあのご挨拶できるかなと思って行ったら、沖田プロと小森さんがちょうどこう話してたの見たんですよ。で、あれと思って、長く喋りすぎちゃって怒られちゃったでしょ。あ、いや全然自分はそれ見てさっといなくなったんですけど、あ、そういうことだったの、メーカーの方が怒られちゃった、エンジンとかスタッフから、あ、プロ同士ですよ、ちゃんと仕事をして呼んでるんだから、あのプロが喋らないで、ファンと喋る、お客さん喋ってください、まあ、その通りなんですからね、あってもらったんですが、なるほどです、直樹さんも笑われたって言ってたんだけど、はいはい、でも、はい、僕はそれから奥さんと今日喋りたいって、うん、ブースがたまたま隣だったから、うん、ちょっとチャンスを狙ってたんですよ、うん、もうあれですごい好きなんですよ、団体が違うから喋る機会がなくて、はい、で、距離があるからさ、あんまりこう、ね、ライバル心むき出しにぶつかってきて、それ違っちゃったら嫌だなと思ってるから、ちょっと喋る機会に伺ってて、うん、まあ、まだ他にもいっぱいいますよ、はいはい、でもその中の一人で、はい、まあすごく今日有意義な時間を実は見せてすごい時があったっていうのはあって、いやでもいいですね、なんか なんだろう、いや嬉しかった、うん、いやもう本当すごい世界観だなと思って、いやあのインドはなかなかっすよ、うん、戦った僕しかわからないことだから、うん、何がとか言わないですけど、いやなかなかだな、うん、本当に殺し合いをしたにもかかわらずまたやりたいと思った人だから、タイミングタイミングにもよりますけど、でも釣りフェスティバルに行って、まあ、例えばそうですね、それを自分が一ファンとして見たらなんか異色なんですよ、すごい、もうエバーグリーンの戦闘スーツを着た、方が小森さんと、はい、まあ、小森さんも小森さんのエンジンの戦闘スーツを着て、はい、トロフィーのそばでこう話し合ってるっていう、はい、なんか本当に今まで見たこともないし、どういうことなんだろう、殺されかけた相手と、うん、あんたのことが好きですって言ってるんだから、うん、僕はすごい不思議な心境だけど話せてよかった、うん、ちょっとすっきりした、不思議だった話してすっきりした、自分の気持ちを伝える、なんかね、本当好きな女の子に告白して振られたけどすっきりしたぐらいの気持ちで、はい、今すっ、今日すごいすっきりしてる、大丈夫ですか、あの見る見ないは別として、はい、こんな動画をやったらなんかもう気持ち悪かったら近寄ってきてくれないかもしれない、別にそういう意味で言ってたよね、愛の告白みたいになってくる、はい、いやすごい、そこから尊敬してると、まあまあまあ、すごい有意義な時間が過ごせたっていう話ですよね、はいはい、愛の告白とかそういう感じのやめてくれたら、あのその性的対象として好きだって分かってますけど、分かってますけど、もうだいぶ酒が入ってるんで、もうどう返していいかもうよく分かんなくなってきちゃって、なるほど、はい、あの、はい、僕が強いトーナメントとか尊敬できるアクラっていうのは、だって僕が人生かけてやってることじゃ釣りなんで、その分野において自分が一目置けるとっていうのは、いたら面倒くさいんだけど、いたら嬉しいんですよ、だってさ田中さんそこそこ釣りやるけどさ、はい、絶対こう釣りは勝てるなって人集めて大会やって、俺一番ってやって気持ちいい、そういうのは絶対やんない、まあ、そういうとこ中にはいるかもしれないけど、僕大っ嫌いですよ、うん、だからトップユーティーだって、はい、勝ったことは俺強いでしょなんて絶対言いたくないですよ、はい、だってギリギリだもん、ギリギリ、まあ、これは本当俺の今酔っ払ってる、はい、俺の多分釣り口であげるんで、はい、俺のコンテンツだから言いますけど、はい、小森さんが潰してみたいな感じね、違う、あの小森さんまだ、あの我々のトーナメントの終電だから、はい、あの終電いっちゃうからね、 KFC カップまだ取ってないですからね、え、亀山ナムで毎年あの新春に行われる KFC カップ、僕亀山ナムで大会って全部勝ってますよ、いや、あのうちの
地元のだからさっきも言ったでしょ、弱い人たちの中で小山の大使なんて俺一番強かったって意味ないじゃん。じゃ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 あのたまたまちょっと行ってる時もありますけど、はい、あの小森さんは僕が手抜いた時ね、そう、まあ、そうなんですけど、ちょっと遊んでくれた時に、はい、でも小森さんはまだうちの団体 の, あのトロフィーを持っていないんで寝ぼけたからトロフィーいくらするトロフィー買おうか、あのそれあでもちょっと詳しくは言えないんですけど、ちょっと小森さんぶち切れるかもしれない、詳しくは言えないんですけど、まあタイミングで初釣りとかが一緒に行けるタイミングがあったら、うち来る理由もわかるから興味なし。まあじゃあこれはもうはい OK です。ただ小森さんはまだあのうちらの仲間うちでやってる。だって小森たちのチームだし大会違うとこ出る時僕の会で受けに来ますよ。で今年のウィナーは山田さんなんです。あのバニラ。あれじゃなかなか釣りますね。うん、もう悲願の初優勝山田さんがしても泣きそうになってたんですから、それまだ小森さん実は取ってないんです。だそんなことなら全国に取ってないタイトルだそのうちぜひお願いします。いい興味がねえ。そのうちもう子守ガイドを雇ってでもいいんで参加してほしいです。それはもう僕はそれにガイドで出てる。いやいや、まあガイドとして来てもあのチーム田中親とでもいいですよ。そんなこと言って、うん、某湖でやった、はい、某県の団体たちに僕呼ばれてサッカー行って2回勝ちましたからねいやいやいや、もうね、あのまあこれっていうのは前段で、その、まあ、最近こもりカップとかが出づらくなっているんで、またちょっと落ち着いてきたらまた亀山ダムのこもりカップとかも、はいはい、まあ、まあ、タイミングが来たら復活してほしいなと。こもりさんとああやって遊べる機会ってあんまりないんで、僕はちゃんとやりますかね。お願いします。今年の亀山ダムに関してはまたあの今年もストロングゲストをやっていただけるっていうことなんで、まあそこなんか最終戦とかまた小森さんとか来たりしてほしい。僕なんて2回しか行ってないのに4位でクラフトで3位にしてよ。いやいやいや、大体出てました第1戦、あ、第1戦司会に入ってなかった。いや、そう、第2戦クラシックでいなかったもんね。いない、いないです、いないです。全然あの予選落ちしちゃって、チーム田中のメンバー誰もいなかったもんね、クラシック。もう全員予選落ちして、まあその程度ではあるんですけど、はい、それで勝負を挑んでくれたんですよ。まあそれは冗談ですけど、まあ今年はまたあのストロングゲスト、あのエンジンと小森さんでやってくださるっていうことなんで、はい、まあ時田坊とまた盛り上がるなと思って、はいはい、そういうのも楽しみで準備しております。小森さんもうちょっとあの本当小森は帰らないとさ。小森さん何時ですか？僕の終電はね、僕が検索のね、はい、44分最終、はい、あと12分、まあまあ急がなきゃだ。はい、じゃあ、はい、小森さんと差し飲みで、ね、はい、面白いコンテンツが目白押しなんです。もうね、釣り子なのか、コモチャンネルなのか、ぐちゃぐちゃなって分かったんですけど。いやいや、違う、あくまでも、その、コモチャンネルを登録すると、小森さんが、釣り子がついてくる。すいません、お会計お願いします。これもう、毎回、これは締めトークに付き合ってたの。もうちょっと帰りましょう、帰りましょう。帰りましょう。今日も飲んだなぁ。なんだよ小森さん、俺マジタクシーですよこれ。で一緒に乗って先に僕の家寄ってもらって一緒に帰ればいいじゃないですか。いや、もっと遠くなりますよ。もう僕ただで帰れるよ。いや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 、もう帰ります帰ります。